このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。巷では外資系コンサルの術、元外資系コンサルが教えるスキルのような表題の本はどうやら多くのビジネスパーソンの関心を集めているらしい。それだけ外資系コンサルなる職種の人々に対する世間のイメージというものもある程度出来上がっているということかもしれない。普通の企業でサラリーマンとして働く人、または弁護士、医師、銀行員、警察官、様々な職種を取り扱い、その裏側を描いたドラマや小説は数多いが、経営コンサルタントを扱ったそれはまだそう多くはないのではと思うほど記憶にない。本書は経営コンサルタントに興味を持たれている学生の方、ビジネスパーソン、中でも特に女性の方にぜひお読みいただき、コンサルタントという仕事の面白さ、刺激、コンサルタントたちの人間らしさが少しでも伝わり、機械的ではないコンサルタントの世界を少しでも知ってもらえればと思い執筆されたものである。この日常編ではコンサルタントってこういうものという世間のイメージに対して実態を解説していく形で、私が経験しそして見てきたコンサルタントたちの飾らない日常をライトにご紹介していきたい。第一章、魔法の言葉ミース。ミーシーミーシーという言葉を聞いたことがおありだろうか。ロジカルシンキングやクリティカルシンキングといった題名がついている書籍を開けばほぼ 100% 登場する単語である。ミーシーとはミューチュアリーエクスクルシブ&コレクティブリーイグゾースティブの略で、漏れなくダブりなくという意味であり、ロジカルに物事を説明するための概念である。人は意識していないとつらつらと頭に浮かんだことを断片的に何らの規則性もなく話し出してしまうものだ。しかしコンサルタントには少なくとも仕事中はそんな話し方は許されない。なぜならコンサルタントの仕事はクライアント代替が大手企業から突きつけられた解のないお題に対し、事実ファクトと呼ばれるとロジックのみで解を導きクライアントに提示し、かつ納得させてアクションを起こしてもらわねばならないのだ。そんな時に私たちの見解ではオプション A です。でも B も有力です。 A と B の中間の C はどっちかというと A に近いんですけど、あと D ものような話し方ではクライアントから即プロジェクトリリースとされても文句は言えないのだ。こんな時このミーシーという概念が大いに役立つ。例えば私たちの見解ではオプション A をおすすめします。それは御社の社内的なインパクト、社外的なインパクトを考えた時に費用、人的、物的リソースの点で A を含め B、A と B の折衷案の C、 さらに B というオプションが得られますが、今回は人的リソースが特に逼迫していることから費用は若干かかるものの A をおすすめした次第です、のような話し方の方がだいぶスッキリする。このストーリーでは AD までのオプションがあって A をおすすめする理由を述べているが、 A という解を導くまでに検討したファクターが漏れなくダブりなく、つまり MeC に説明されている、インパクトは社内と社外にしっかり分けられているし、人的リソース、物的リソース、費用という企業を構成する3要素、人物、金が漏れなく検討された結果のオプション A ということがわかる。このようにミーシーはロジカルシンキングの基礎であり、コンサルティングファームに入社すると中途新卒を問わずにここから徹底的に叩き込まれるのである。ほらこの部分ミーシーじゃないよという指摘を受ける。資料レビュー会議はもはやコンサルタントにとっては日常の光景だ。これほどミーシーという単語が日常的に飛び交う業界はおそらく私が知る限りコンサルティングファームぐらいだろうと思う。ミーシーは基礎中の基礎であるが、これがあまりに浸透してくると若干面白いことも起こってくる。入社して間もない特に新卒のコンサルタントはミーシーを意識するあまりとにかくカテゴリ分けをすることが癖になってしまう。ひどい時にはカテゴリ分けをすること自体が優秀なコンサルタントになることと勘違いをしてしまう人もいたりする。ほら今の話ってミーシーじゃなくない？などと週末についつい友人に言ってしまい、友達を亡くしたなんて事例も聞いたこともある。ついには提案書を作るときに壮大なとてもミーシーなロジックツリーをパワーポイントで描きドヤ顔で提出してくる人も。確かに非常にミーシーだけど結論は何？とマネージャーに一蹴されてしまうなんて失敗をやらかす若手コンサルタントも一人や二人ではないと思う。方や中堅どころのコンサルタントたちはしっかりミーシーも得得し、必要な時に必要なタイミングで概念だけをうまく活用できていると思いたいところだが、このレベルになると今度は別の問題が発生する。いわゆる職業病だ。このミーシーがまさに自分の血となり肉となり、一日のほぼ9割方を会社で過ごすようになると、もはや仕事以外の場面でも世の中の全てのことがミーシーでないと気持ちが悪くなってしまうのである。例えばコンサルタントの同僚たちと食事に行った時にこんな光景を何度経験しただろう。店に入り席に着きメニューを受け取る。最初はこれ美味しそう
とかどれがいいかななどという会話が持ち上がるのだが、いつの間にかメニューリストのレビューが始まるのである。その店は中華料理の店だったのだが、野菜料理、海鮮料理、麺類、ご飯物、デザート。そうすると海鮮麺は麺類に入っているけど、実は海鮮料理にも該当するんじゃない？あと海鮮チャーハン、エビチャーハン、カニチャーハンも同じようにどっちに属するのかよくわからないよ。でもほら、よく見ると海鮮料理は麺以外の一品料理で構成されているように見えるよ。エビチリ、貝柱の炒め物、フカヒレの煮込み。そうするとこの野菜料理についても同じことが言えて、まず最初のカテゴリーは炭水化物とそれ以外。炭水化物にはこの店の場合は麺とご飯があって、そのさらに下に野菜か海鮮かのカテゴリーがあって、最初のカテゴリーのそれ以外の後には同じく野菜か海鮮が来る。でもそれ以外の場合はその下にさらにもう一段階、炒め物、煮物、生物みたいな調理法で分けるのも分かりやすいと思うけどな。こんな具合である。だからいつも店員さんの早く決めろよとでも言いたげな視線を感じ始めてから、ようやく我に返るのである。そう、正直言ってそんなことどうだっていいのである。レストランでは食事を素直に楽しむべし。しかし悲しいことにリストを目にすると BC かどうか、並び順はどうかといったチェックをしたくなってしまうのがコンサルタントの職業病とも言うべき性差がである。なんだかコンサルになったという感じがする。魔法の言葉ミース。この概念自体はとっても役立つものだが、会社以外で使うときはほどほどに、とコンサルタントを目指している人にはお伝えしたい。第2章、貴重なリフレッシュアベリ期間。コンサルティングファームでコンサルタントとして働くならば、仕事は全てプロジェクトベースで行われる。これは事業会社で一定期間一つの部署やチームで働き、ほぼ同じメンバーと毎朝顔を突き合わせているのがマンネリと感じる人や、常に新しい環境で仕事をしたいと考える人にとってはとても好都合なシステムである。しかしもちろん良いことずくめというわけではなく、何かしらの機会点だってある。コンサルティングファームでは稼働率というのが割と大きな要素を占めていたりする。つまりクライアントにチャージできるプロジェクトでどの程度の時間稼働していたかということだ。マネージャー以上のようにこの稼働率以外にセールス貢献が評価基準になってくる人々はさておき、スタッフレベルのコンサルタントにおいてはこの稼働率が評価上大きな意味を持つというコンサルティングファームが当時は多かった。私が勤務していたコンサルティングファームでは当時はこの稼働率の工程がその人の期末評価を左右したので、稼働扱いとならない案件、つまり営業提案活動は徹底的に毛嫌いされ、マネージャー陣が非常に困っていたのを覚えている。スタッフの間は稼働率 100% を目指してバリバリ仕事をして、評価されて早く昇進するぞというやる気のある人や、いやむしろ稼働率なんてどうだっていいから休みたいと思っていながらも、実質稼働率がもはや 200% を超える超フル稼働な人がいる一方で、意図的にこの稼働率を評価してもらえるスレスレのラインに保つ工作をしている人も、私がいたファームではちらほらいたように思う。コンサルティングファームというとウポラウッドのイメージが強い世界かと思うが、本当の意味でこのシビアさを保っているのは外資系戦略系のごくごく一部のファームだけではないかと感じている。もちろん私が勤めていたファームでも残念ながら実績を残せなかった人は俗称カウンセリングアウトの名のもとに退職勧奨をされるという悲しい運命をたどる人も一部いたが、基本的に王女帝になりつつあった時期であったため、正直マネジメント側もそこまで一人一人に目が行き届いていなかった状況にあり、それがために稼働率工作だった成り立ち得たわけである。稼働していない期間のことをアベルというのが、どうやらコンサルティング業界の用語らしい。アベルとはアベイラブル、アベイラブルの略語というか造語同士で、通常であればプロジェクトとプロジェクトの合間などがこのアベリ期間となるのである。アベリ期間が長くなる1ヶ月のアベリはおそらく長いと全体の稼働率にも影響してくるし、かといってアベリ期間がないと息が詰まってしまう。アベリ期間は有給休暇を消費することなく働かなくても済む貴重なお休み期間だ。事業会社のように個人に一つのデスクが与えられ、最近はフリーアドレス制の会社も増えているようではあるが、タイムカードで出勤退勤をシステム上で管理される会社ではこのような文化はおそらくなく、コンサルティングファームで働く一つの楽しみというか息抜きともいえるこのアベリ期間、私はこの楽しみを割と享受してきた方だと思っている。長いプロジェクトが一つ終わって休みでも取ろうかと思っていたら、ちょうど案件自体の数が少ない時期で、アサイン担当オフィスの方から今ちょっと案件がなくてしばらく事務所で待機していてくださいと告げられ、
私は飛び上がった。長いプロジェクトの間はまさに不眠不休で仕事をしていたので、1日何かに追われずにのんびりできる期間は正直嬉しい。そこで私は、最初は恐る恐るであったが、同じくアベっている同僚を何人か秘密裏に見つけ、ちょっと贅沢なホテルでの平日ランチを楽しんだ。しかも昼間からシャンパンもつけて、普通のサラリーマンではできないこの楽しみ。これを知ってしまうと、私のみならず誰もがどんどんこのアベリ期間を大胆に楽しもうと考えるようになる。ある人はパソコンの電源とチャットソフトのみ立ち上げておいて、ずっと家にいて電話が来たら今稼働外のリサーチの仕事をしていてなどとうまい言い訳をし、ある人はパソコンも電話の電源もすっかり切って平日休みを堪能し、もし誰か上司やアサイン担当者に後から何か言われようならば、体調が悪くて在宅で書籍を読んだりラーニングの時間に当てていましたとか、その日健康診断だったんでアベってる間しか行けないですからなどと、もっともらしい言い訳をするのだ。日々思考力を鍛えられているだけあって、みんななかなか抜け目のない言い訳を考えるものだ。私は最初の1年目ぐらいは数週間レベルのアベリ期間を満喫し、激務の合間のちょっとした息抜きにしていたが、そのうちアベリを楽しみすぎた罰が当たったのか、痛い目にも遭ってしまった。コンサルティングファームのプロジェクトは、もちろんファームやプロジェクトのテーマにもよるが、だいたい3ヶ月程度と言われている。だが、私は割と3ヶ月以上を超える案件にアサインされることが、入社直後は多かった。そうなってくると、休みたい欲求は、もはやピークに達する。入社して1年ほどが過ぎた頃、週末もなく、働き続けた8ヶ月のプロジェクトしかも、本当は6ヶ月だったのに、クライアント側の要請で2ヶ月アサイン延長となったをようやく終えて、もう2ヶ月ぐらいは何もしたくないという心境になっていた時、ちょうど案件が少ない時期に差し掛かっていた。しかも私はまだ若手コンサルタントで、確固たる専門性や強みと呼べるものがまだない修行中の身に近かったので、売れっ子コンサルタントのようにご指名がかかることもなく、これはしばらくゆっくりできるぞと内心ほくそ笑んでいた。名もないコンサルタントなどノーマークに近い。これを逆手に取り、私はアベリ期間を大いに楽しんだ。もうファームを卒業してしまったので言えるが、当日のアサイン事務局の方や人事担当が聞いたら怒ってしまいそうだが、事務所への出社は週に1回、しかも出社時間は10時を優に過ぎてから13時ぐらいまで社内 e ラーニングなどをやり、一定科目数以上のトレーニングを受講する必要があったので13時ごろゆったりとランチに出かける。この時同じくアベっている同僚がいたら、一緒に長めのランチをしながらおしゃべり。15時ごろになると、おそらく某人事などからアサインの関連で連絡が来ることもないだろうと早々に見切りをつけ、銀座へショッピングに出かけ、素敵なレストランでお酒を飲み食事をして帰る。コンサルタントになってからは友人たちと平日の時間帯がまるで合わなくなり疎遠になりがちだったが、この機会を使って友人たちに声をかけ、ご飯を食べて帰ることもあった。そして出社する B 以外はずっと家にいる。先輩たちのスキルを活用させてもらい、もちろんパソコンの電源とチャットソフトはしっかりと稼働させている。こんなアベリ生活は通常なら長くても2週間なのだが、この時はなんと1ヶ月がいつの間にやら過ぎていた。おかしい、大丈夫だろうかという不安感はありながらも、8ヶ月間の不眠不休時代を思えばこれぐらい許されるだろうと開き直り、引き続きアベリ生活を謳歌した。しかし、これが失敗だったのだ。1ヶ月半が経過し、さすがに脳天気な私も本気で心配になってきた。稼働率は大丈夫だろうか、お咎めを受けないだろうか。そう思い、恐る恐るアサイン事務局にメールをしてみた。お疲れ様です。前回のプロジェクトをリリースしてからもう1ヶ月以上お待ちしているのですが、私のアサインはどうなっていますか。すると数分後に事務局からメールが返ってきた。今お調べしました。大変申し訳ございません。のんじゃさんのお名前がこちらの手違いでウェイティングリスト、アサイン可能スタッフのリストから漏れていたようです。これからすぐにアサインできる案件を調整いたします。なんということか。幸か不幸か、私が自分の意思でアベリ期間ダラダラしていたという事実はアサイン事務局側のミスによってうまくカバーされたのだが、これからアサインできる案件を探すとなると、さらにアベリ期間が伸びてしまうことになり、最終的にこの空白期間は自分の評価に影響してしまうではないか。自業自得といえばそうだが、アサイン事務局は誠心誠意私に合いそうな案件を探してくれたようだが、当時の私のスキル経験不足に加え、案件の獲得にマネジメント層も苦戦しており、なかなかマッチする案件が見つからなかった。その結果、なんと合計2ヶ月間のアベイラブルということになってしまった。その期間はもちろん自由も散々謳歌したし、十分に休息も取ることもできた。だが稼働率が大きな評価指標を占めていたファームのシステム上、その年の期末評価は想像通り散々なことに。
昇給できなかったのである。アベリは最高2週間。この2週間は思いっきり自由を謳歌し、ダラダラするがよい。しかし、2週間経ったら働くべし、働かざる者食うべからず。これがコンサルティングファーム独自のリフレッシュ期間アベリ期間を楽しむ鉄則なのだろう。何事もやりすぎはよろしくないらしい。第3章コンサル女子の恋愛事情。コンサル女子はモテない。これは誰が言い出したことなのか不明だし、非常に腹立たしいことでもあるが、そこには一定の事実が含まれているように思う、と元コンサル女子として思う。正しいかどうかはさておき、世間一般的に言われているのは、キャリア女子はモテないという不分率があったりする。結婚して専業主婦になるという女性の方が、今やレアになった世の中で、キャリアウーマンという言葉自体が、もはや死語になっているような気もするが、おそらく、ここでモテない楽園を押されているキャリア女子とは、毎日寝る間もないほど、忙しい気が強く、相手が男性であろうが、年上であろうが、一歩も引かない専門的なスキルを持っているかなり稼いでいるなどの要素が当てはまる女子であり、まさに、コンサル女子そのものではないか。ときっと、誰もが納得するのだ。果たして、コンサル女子はモテないのか。そして、その恋愛事情は、ここでは、私の経験上垣間見てきた同僚たち、そして、自分自身の恋愛事情を、少しだけ紹介してみたい。ちなみに、最初に誤解のないように言っておくが、私が勤めていた、コンサルティングファームにおいても、ご結婚されている女性も普通にいたし、女性として魅力的な方だって大勢いた。そして、コンサルタントになったからといって、急激にモテなくなる、というわけでもない。ただ、世間一般で言うところの女子力テクだとか、モテ OL 的なところとは、明らかに違うカテゴリーにいる女性たちだ、というに過ぎない。そんなことを前提にして、コンサル女子同士で、女子会をやると、決まってこんな話になる。いい男いないよね。コンサルティングファーム以外の会社でも、同じような会話は、女子会の中で交わされることだろう。だが、コンサル女子たちの言ういい男の定義は、若干厳しかったりする。この前、合コンで知り合った人と、週末デートしたんだけどさ、話にならないのね。選ぶ店も行けてないし、会社の愚痴ばっかだし、その愚痴も、ただの愚痴なんだよね。言うことが矛盾だらけなんだよね。主張の根拠がないし、ただ愚痴ばっか言っていても、始まらないじゃんね。課長が悪い細かいことに、うるさすぎるんだって。でも、会社に不満があるなら、オプションは3つしかないと思わない。転職する、環境を変える、我慢する、その中のどれかを選べばいいわけで、まあ、仮に会社の愚痴しか話のネタがないんだとしたら、恐ろしく会話の引き出が少ない男ってことだよね。よくいるよね。そして、会社の愚痴を言う男に限って、壊滅的に仕事ができない男が多い。この前、私も合コンに行った時に、なんだか大きな企業で働いてる、ってとこで調子に乗ってる奴がいた。で、私が人事組織系のプロジェクトを今やってるって話をしたら、大企業の経営陣は人材のポテンシャルを見抜けない。彼らは PL 損益計算書に現れない資産の価値が分かってないとか、聞いた風なことを言うからさ、3のおっしゃるポテンシャルって何ですか？見抜けないとおっしゃるからには、さぞ多くの大企業の経営陣に会ってこられたのでしょうね。何人ぐらいの経営陣と人材のポテンシャルについてお話になったんですか？あと、PL に現れない資産というのは、具体的には何ですか？そもそも資産は PL ではなく BS 貸借対照表の項目では、それとも良い人材がいることで発生する PL へのインパクトという意味ですか？でちょっと突っ込んでみたら、いやそれはってどもっちゃってさ、大きくてそれらしいことを言うやつに限って表面的なコメントしかできないんだよね。多分ビジネス書斜め読みして聞きかじったこと披露して満足してるだけなんじゃない？痛いよね、そういうやつ。ああ本当にいい男いない。さて、おそらくこれを読んだ男性陣は、痛いのはそっちだろうわ、キスと思われる方がいらっしゃると思う。実際に、男性の同僚の意見を以前聞いてみたときに、コンサル女子だけはいかに美人であっても付き合えそうにないかも、という意見が多かった。それはなぜなのか、おそらく理解できる方も少なくないのではないか、発言にすごく気を使う。で、その根拠は、とか、それって矛盾してない。とか、仕事以外のところで、理詰めで責められるのが無理。金も持ってるし、プライド高そう。とまあ、いろいろと男性陣から毛嫌いされる要素があったりするらしい。男性受けを真に考えたら、仮にその発言内容に不思議があっても、さすがですね。知らなかった。もっと教えてください。すっごい、そうなんですね。などと同調するのがモテテクニックであると、古典的ではあるが解説している書籍も、まだまだある中で、それで、結論は何？
という返しは明らかにモテない。ちなみこの同調テクニックについて私の友人は同調のさしっせそと呼んでいた。せがないようだがと突っ込みたくなるのはやはり元コンサルの悲しい性差がである。とはいえコンサル女子側にも事情はある。まずかなりの頻度で1日、ひどい時には週末を含めた自分のほとんどの時間を仕事に費やさざるを得ない環境がそこにはあり、その中でクライアントからも上司からも徹底的にロジカルであれプロフェッショナルであれ発言には責任を持てといった大きなプレッシャーをかけられている中で、自然と矛盾点や実のない表面的な発言が許せなくなっていってしまうのである。ミーシーの章でも述べたが、そしてクライアントのそれこそ大手企業の部長級、もっといけば役員級の方々と日々接していることもあり、そういった頭もよく人間的にもよくできており、もちろん仕事もできる方々に囲まれているうちに例外もあるだろうが、相手に求めるレベルも同時に上がっていってしまうのである。ではそういった方々と出会える機会が多いのだから恋愛に発展することはないのかといえば、残念ながらそううまくもいかない。そのレベルの方々はすでにそれなりの年齢に達しており、かつご結婚もされていることが多いのだ。なのでドラマに出てくるような若くてイケメンの会社社長などは現実には100に近い割合で出会うことは不可能であるということを身に染みて分かっているのもまたコンサル女子であったりするのである。だがそんなハイクラスばかりを追い求めているコンサル女子ばかりではない。仕事が激務で常に何かに追い詰められている時にはやはり癒しが欲しくなるものだ。私の同僚の中ではその意味でクライアント先にいる優秀な新入社員組や同じファームの中でもイケメンの後輩に思いを寄せていたとカミングアウトした人もいた。やはり女子たるものスイーツやお酒以外の癒しは欲しい。歯に物着せずズバズバと喋るイメージの強いコンサル女子であるが、恋をすると案外順であったりする。仕事の顔と恋する女性の顔は完全に別物なのだ。例の年下のイケメンに思いを寄せていた元同僚はその人と会える日は意識して髪型をセットし、なるべく柔らかい雰囲気を演出しようと白系やパステル系の洋服、もちろんスカートを着用するようにしていたようだし、メイクも頑張っていた。そしてその人に今度ご飯でもと思い切って誘った時にちょっと予定あるんでと断られたことで大きなショックを受けてもいた。ちなみに私にもそんな時があった。笑い普段サバサバしているように見えて実は傷つきやすく脆いのである。そこはコンサル女子に限らないかもしれない。さてコンサル女子はモテないと自虐的に紹介してきたが、逆にコンサル女子もしくはそれに近い肩着の女子の方が好きという男性も間違いなく存在することもしっかりと述べておこう。例えば私の知人で男性はごく普通のサラリーマン、女性はバリバリの経営コンサルタントというカップルがいるが、これが実に仲の良い夫婦でほっこりしてしまう。男性は彼女は泣きわめいたりヒステリーを起こしたり意味もなく機嫌を損ねたりもしないし、意見が合わないことがあっても冷静にロジカルに話し合えるから一緒にいて楽といい、女性は彼は口数は多くないけどわからないことはわからないと素直に認めたり、悪かったことは悪かったと誠実に認めて謝ってくれる。おかしなプライドを必死に守ろうとする過去に付き合った男とは全く違うと絶賛している。もしかしたらロジカルであれと常に追い込まれているコンサル女子はハイクラスかどうかに関わらず一貫性と理解がある男性であれば割と OK なのかもしれない。独断と偏見だが、さらにもう一組の知人カップルもまた面白い。この夫婦は両方が現役のコンサルタントだ。家で議論が勃発することもしばしば。しかしその解決方法がいかにもコンサルらしい。例えば新婚旅行にハワイに行くかバリに行くか、双方が双方の主張する行き先の魅力と進める理由、見積もり費用までを完璧なパワーポイント資料で表現しプレゼンし合うらしい。おそらく2人とも相当仕事が好きか、それともそのプロセスがもはや日常化してしまっているのだろう。そしてそんな2人にめでたく赤ちゃんが授かった時、子育ては2人で平等にやっていくもの、育児 WBS を作ろうということで一致したらしい。ちなみに WBS とはワークブレイクダウンストラクチャーの略であり、簡単に言えば超詳細なタスクスケジュールである。子育てすらプロジェクト化してしまう。そこまで徹底すると尊敬の念すら込み上げてくる。が2人はとても幸せそうだからそれで良いのかもしれない。コンサル女子はモテない。繰り返すが確かに一般的なモテる女性のカテゴリーに入っているコンサル女子は残念ながら少ないのかもしれない。しかしこの人ならという人を見つけたら間違いなく幸せになれるのもまたコンサル女子かもしれない。というのは言い過ぎだろうか笑い。第4章、外資系コンサルのお給料。外資系コンサルといったら超高収入
というのはよく知れた話だ。そして実際に高収入であり、それを目指してコンサルティングファームへの転職を考える人も少なからずいるほどだ。私自身も新卒で4年ほど勤めた会社からコンサルティングファームに転職した時に月収が 1.5 倍ぐらいに増えていて、ぎょっとしたものだ。なんだ自慢かよと思うかもしれない。だがここでご紹介したいのはいかに高収入かという話ではない。問題はその収入と対価のバランスについてである。給料は高いに越したことはない。だがその報酬に投下する労働力が見合っているかという点の方がビジネスパーソンにとっては重要であったりする。私が勤めていたコンサルティングファームでは新卒レベルもしくは中途の若く未経験のコンサルタントでも年収600万円近くは手にすることができた。すると月収にすると額面50万円、所得税やら住民税、社会保険料やらを引かれたとして手取り40万円程度だろうか。2016年の日本の平均年収をどの文献で調べてもおそらく20代は平均400万円もいかないだろう。そうするとかなり良い給料であろうと言える。だが数字とは恐ろしいもので、額面だけ見るとすっごいもらっている、楽しているともらっている本人ですらも最初は感じてしまう。しかしながらコンサルタントはプロジェクト中もちろんテーマによる側かなり忙しい。平日の朝から晩まで、ひどい時には週末も GW も年末年始すらないハードワークである。クライアント側はなるべく少ない予算で最大の成果物をコンサルティングファームから得ようとするので、必然的にスケジュールはタイトになり、人員も最小限になってくるのが常である。私が当時その年の新入社員と2人でアサインされていたプロジェクトにおいてはまさにこの激務の最たるもので、ほぼ毎日明け方過ぎにタクシーで帰宅し、シャワーを浴びて30分だけ仮眠を取り、またクライアントのオフィスに時間通りに出勤するという日々が続いていた。そんなある日、その新入社員の子がこう言った。実は時給を計算してみたんですよ。時給換算、これはおそらくコンサルティングファームにおいては最もやってはならないことである。なぜなら私の月収が50万、手取り40とちょっと、これを40万として月の労働日が20日、でもここ数ヶ月は週末も2日間ほぼフルフルで仕事をしているから、週末も入れるとすると労働日30日、1日あたりの労働時間がだいたい、そうですね、朝9時に出社、翌朝5時に退社、だから20時間労働。そうすると30日に20時間をかけて600時間、手取りの40万ベースで考えると時給は端数切り捨てると666円、600円台ですよ。これってマックの時給より低いんですよね。東京都の最低賃金だってさすがに時給800は超えてるんじゃないかと、あまりの単価の安さに愕然とするからである。まあそれは確かにそうなんだけど、時給換算もうやめといた方がいいよ。虚しくなるだけだし、一応平均より多めにもらってるということになっているわけだし、いかにプロジェクトを早く終わらせるかを考えた方がいいと思うよ。そう納得せざるを得ないのである。究極の9時5時の生活、そんな中で世間一般的に言う高収入が一体何の慰めになろうか。日々そんなギリギリの状態の中生きているコンサルタントはおそらくこの広い世界に一人や二人ではあるまい。高収入であればあるほどとにかく働く、いや働かねばならない。コンサルティングファームはどうやらそういった論理で動いているらしい。実際にマネージャーやパートナー、経営執行役員レベルになると1500万円、2000万円、超レベルの年収を手にしているが、実際に彼ら彼女らの忙しさというのも半端ではないのだ。笑えない冗談ということで、以前元同僚に聞いた話だ。他の外資系戦略ファームにいるという知人女性の話。彼女はシニアマネージャーで若くして昇進した超優秀な女性だった。毎日一体いつ寝てるのと周りが心配になるレベルでバリバリと仕事をこなしているそうだ。そんな彼女が平日のある日、今日は午後から5時間ぐらいちょっと外出して席を外しますが、また夕方から戻ってくるからとスタッフに告げ外出したらしい。そして夕方の6時頃、彼女は宣言した通りオフィスに戻り、普通にデスクで仕事を始めた。どこか行ってたんですか？スタッフの一人が尋ねると、ええ、結婚式に行ってたの、と答えた。ええ、結婚式ですか？いいですね。誰のですか？お友達ですか？いえ、私の結婚式だったのよ、とさらに平然と答える彼女。てか、休めよ。一言言えよ。と考えるのが普通の感覚だ。だが彼女からすると仕事があるからということで自分の結婚式すら片手間に済ませてしまうのだ。職業倫理が高いというか責任感が強いというか、いやそんな言葉で表現できないぐらい単純に忙しいのだろう。
私はさすがにこのレベルでの忙しい思いというものをしたことはないが、徹夜はそれでも何度も経験した。30歳を超えた今ではあの頃は若かったとしみじみと昔を振り返ることしかできないが、とにかく死に物狂いで働いた。足りない経験を時間数で埋めるかのように働いた。私と同じように死に物狂いで働いた同僚たちに数年後聞いたことがあった。ぶっちゃけコンサルティングファームって高収入なのかね。この問いに対しいずれの同僚たちも一瞬考えるような表情をする。どうかな、確かに金額だけ見れば十分に高収入と言えるんだろうけど、だけどコンサルだった時にはその高収入さを意識することはなかったかもな。もっと言えばもしかしたら金はあったけど使う暇もなかったみたいな。これには私も同意だ。プロジェクトが終わった後に長めの休暇を取ったりもして、その時にオフシーズンで海外旅行に行けるとか、クライアント接待で美味しくて高級なお店に行けるとか、特典はあったけどそこは高収入とは関係がないしね。確かにそれもその通り、いい思いもした、貯蓄も増えた。だができることなら、お金があるなら贅沢したいよね。そしてその贅沢って実はお金を使う時間があるということなのかも。ただひたすら働き続けるコンサルタントよりワークライフバランスが万全の大手企業の方がひょっとしたら本当の意味で高収入と言えるのではないだろうか。コンサルタントは高収入かというと実は微妙なところであろう。だけどマックの時給以下でも様々な出会いがあり特典がありやりがいがある。だからコンサルタントの仕事は面白いのだと心から信じたいものだ。笑い。第5章完全比較。大手企業の福利厚生。コンサルタントの仕事はクライアントから依頼されたテーマに対し分析により解を導き出し、明確に簡潔にクライアントに説明し、かつアクションを起こしてもらう、もしくはそのアクションの実践もサポートするということは、クライアント企業の事業、部署の仕事、もっと細かく言えばオペレーションなどの作業レベルまで詳しく知っておく必要がある。それを短期のプロジェクト期間でキャッチアップするには事務所にこもっていてはできない。もっとクライアントの近くでいつでも相談やミーティングができるような環境も必要だ。そういうわけでクライアント先に常駐するプロジェクトというものも、私が勤めていたコンサルティングファームでは相当数あった。個人的なところでは私の場合、ファームを卒業するまでの5年間常駐プロジェクトが全体の9割は占めていたように思う。クライアント先オフィスというのはやはりお客様に常に見られている緊張感もあるし、気も使う面も確かにある。しかしプロジェクトの度に出勤するオフィスが変わるというのもなかなか楽しめるものだ。特に私が個人的に面白かったのは、各社の福利厚生制度を比較し幸運な時はそれを享受することができたことだ。例えば社員食堂、ここに各社の社員の福利厚生に対する考え方と財力が透けてみると言っても過言ではないと少なくとも私は思っている。社食のメニューは混雑する昼時間をうまくさばくため、だいたいフライや豚肉の生姜焼きなどの定食ものか麺類というのが一般的と思っていた。だが最近の社食はレベルが高い。とある自動車部品等の日系メーカーの社食は、社食一つで地下の1フロアを丸々使っており、イタリアン、和食、中華の3種類のカウンターが揃っている。しかもそのメニューがまた素晴らしい。イタリアンであればマダイのカルパッチョアンチョビ添えだとか、和食であれば秋の味覚詰め込み弁当栗ご飯松茸茶碗蒸し、小松菜のごま和え揚げ出し豆腐栗羊羹だとか、中華であればプリプリ芝エビの四川風チリソース炒めのように、普通のレストランのメニューと何ら遜色のないレベルなのだ。その味もまた普通に美味しいのだ。社食ならではの低価格もしっかり実現されており、どのメニューも高くても50万600円台だ。オフィスの外で特に東京の都心であれば1食1000円以上をかけてランチ難民になりながら短いお昼休みを過ごすより経済的で効率的だ。某大手広告系企業では社食に加え夜遅くまで営業しているパン屋やケーキ屋、蕎麦屋が併設していた。コンサルティング業界並みに激務と言われている広告業界だが、そんな忙しい社員がせめて間食を楽しめるようにとの配慮が。もちろん味は専門店と遜色ない上に価格だってお手頃だ。さらには社食は無料というなんとも太っ腹な企業もあった。同じ激務のコンサルティングファームではあるが、このように社員はほぼ事務所におらず出払っているため、社食を設けているファームはおそらくない。だからこそ社食があるというだけで幸せを感じてしまうのである。社食以外でも様々な福利厚生プランを充実させている企業がある。
例えばマッサージサービス、なんとオフィスの中にマッサージ師が常駐しており、5分単位のマッサージから対応可能としている企業もあった。朝からずっとデスクワークをしているとやはり肩や目頭が痛くなり、ついには頭痛に発展してしまうことすらある。とてもありがたい福利厚生サービスである。本来は社員のみ利用可能としていたが、私もだいぶ疲れていたため特別にお願いをして使わせてもらった。これはなかなかリフレッシュになる。こんな具合に行く先々のクライアントオフィスでその会社ならではの福利厚生プランを楽しめるだけ楽しんできたわけだが、新しいプロジェクトにアサインが決まると、この会社って社食とかあるなどとついつい前任者に聞いてしまい、そうでもなかったという話を聞くとモチベーションが半減したものだ。プロジェクトにアサインされたら数ヶ月はまた激務に耐えなければならない。こういった密かな楽しみを見つけることが、私にとってはコンサルティングファームでの仕事を続けるモチベーション維持に一役買っていたのだった。だがこんな福利厚生ウォーカーもただ単に楽しんでいるだけではない。仕事に役立つことだってしっかりあるのである。特に人事部のプロジェクトにアサインされた時など、大手企業の福利厚生プランを知っていることを重宝されることだってあった。最近は特色ある福利厚生プランを取り揃える企業が増えてきたことから、福利厚生制度が若く優秀な人材のリテンション施策の一つになりうると考え始めた老舗企業も定期的に福利厚生制度の改善などを始めていたのだ。そんな老舗企業の人事部では他社事例というものが喉から手が出るほど欲しい情報なのだ。しかし当然のことながら、大企業福利厚生図鑑のような超スペシフィックな雑誌や書籍などなかなかないものだ。そんな時にラーニングとかレクリエーションとか他の会社ってどんな福利厚生プランを使ってるのかねとクライアントがつぶやいた時に、など会社名は言えませんが、妨害死系メーカーではカフェテリアプランの他に、例えば社内英会話教室を開いていると聞いています、福利厚生の一環としてとすかさず反応すると、さすがコンサルタントですね、よく勉強していらっしゃいますねなどとお褒めの言葉をいただけたりもするのである。伊達に福利厚生ウォーカーをやっているわけではない、様々な企業に常駐してその企業の裏事情を垣間見ることができる職業はおそらくそう多くはないだろう。その中でもその裏事情がいかに些細なものでも知見としてその次のクライアントに役立たせることができる職業というのは、おそらく経営コンサルタントぐらいなのではなかろうか。経営コンサルタントたるもの、あらゆる情報にアンテナを広く張り巡らし、あらゆる情報を知見に変えなければならないなどと有名なコンサルタントが言っていたような気がする。そう聞くとなかなかハードルが高いように感じるが、単純に物見るさん的に各社の福利厚生プランを楽しみながらその知見を貯めるというのも一つの方法ではないだろうかと個人的には思っている。第6章カラーセンスも大事。徹底資料レビュー、コンサルタントなんて紙芝居屋さんという揶揄が世の中には存在する。これに反論するか、それともそうかもと応用に構えるか。私自身は経営コンサルタントはこうあるべし。経営コンサルタントの真髄とは、と云々できるほどの能力と経験を持ち合わせてはいないが、この指摘に対して一つ言えるのは、究極の紙芝居作りに相当の労力を割いているということは事実として断言できる。コンサルタントの成果物はまさに紙芝居よろしく、何がしかの結論を導くために紙一枚一枚にメッセージを込め、そのメッセージが論理的にスムーズに、そして矛盾なくストーリーとしてつながり、最終的に相手を一つの結論に導き納得させるのである。この紙芝居こそがコンサルティングファームの商品だ。その意味ではコンサルは紙芝居屋さんという意見は嘘ではないように思う。ここまで入念に考え抜いた紙芝居はなかなかお目にかかることはできないと思う。しかし究極と表現するからにはそれだけではない。これはもちろん資料作成者やレビュアー、そしてそのファームの方針やお作法などにもよるが、ストーリー性やメッセージ性はもちろん見た目の方にも非常に神経を使うのだ。私の勤めていたファームではこの神経の使い方は本当にレビュアーによって様々だった。基本的な資料全体のストーリーとスライド1枚1枚のメッセージさえ整っていて、矛盾や疑念がなければはい OK ですの一言でレビューを終わらせるマネージャーもいた。しかしながら非常に細部にまでこだわるマネージャーもいた。例えば出来上がったスライドを一つのプロジェクターに移して一緒に見ながら、作成お疲れ様でした、全体的にはとても良いです、これから一緒に手直しをしていきましょう。そのマネージャーはそう口火を切ると、2枚目のプロジェクトの背景が書かれているページをまずは開くよう指示した。私は指示通りにそのページを開いた。
では、行きましょう。まず、起用者においても、検討に着手しているのところ、元月の後に、当店、そして、その後、シットエンターキーで開業。そして続いて3文目。こんな具合の、非常に詳細なレビューが、スライド数十枚分続くのである。しっかりと見てくれている、という気も確かにしたが、途中からストーリーに変更がないなら、自分で気になるところを直してくれればいいのに。細かすぎる、と思うコンサルタントは、おそらく私だけではあるまい。そのマネージャーは、文言表現という部分に、非常にこだわりを見せる人であった。そうかと思えば、そこよりも、資料の細部の精緻さ、例えば、ボックスの形や、色という点に、こだわりを見せる人もいた。とあるプロジェクトで、一緒に仕事をしたマネージャーでは、典型的なこのタイプであり、クライアントへの報告資料のレビューを依頼したところ、拝見しました。でも、全体的に修正が必要だと思います。なんと、割と自信があったにもかかわらず、ひしゃりと指摘をされてしまった、考えに考え抜いてまとめた報告資料。これ以上、改善すべきポイントがあるというのか。私が唖然としていると、彼女はこう続けた。まず、色です。ノンジェさん派全体的に、カラーバランスの統一を、あまり考慮されていないようですが、私は、意思や意図を持って、色調を整えるべきだと思います。は?色、私は、この論理に矛盾があるというのか。であれば、聞かせてもらおう。と密かに意気込んでいたのに、一瞬表紙を抜かれてしまった。その、色調とおっしゃいますと、例えば、この10ページ目です。この、の3要素について述べているボックスは新緑。その下に並んでいる、各3要素のボックスは薄いブルーですが、私はここは薄いグリーンの方が良いと思います。また、このクライアントのコーポレートカラーは、やはりグリーン系ですので、可能な限り、グリーンに近い色調に、全体的に統一すべきだと思います。赤文字は、あまり使わない方が良いと思います。赤は警告の色ですので、相手をびっくりさせ、人によっては、不快感すら与える色です。強調したいポイントがもしあるのであれば、私はここにこそ、ネイビーなどを使うべきだと思います。はあ、色調。ところで、全体的なストーリーやメッセージの方は、それは特にコメントはありません。とにかく、色調がまずいので、修正しておいてください。レビューは以上です。彼女はそう告げると、颯爽と会議室を去っていった。彼女の下についたことがあるコンサルタントは、色レビューとよく言っていた。私も、その色レビューに耐えるため、人に安心感を与えるカラーだとか、綺麗なグラデーションとかのウェブサイトをチェックしたものだ。果たしてこれは、コンサルタントの仕事なのか、私は、カラーコーディネーターではないと、どこか遠いところで思っていたりもしたが、プロジェクトの方針を決めるのも、成果物の品質責任を負うのも、マネージャーである。スタッフの間は黙って従うしかない。他にも誤字脱字チェックに信じられない執念を燃やすマネージャーがいたり、はたまたスライドの枚数が多ければ多いほど良しとするに、こだわりを見せるマネージャーもいたりする。つまり、同じコンサルティングファームの紙芝居でも、そのプロジェクトのマネージャーによって、こだわるポイントは大きく違ったのだ。しかしながら、一方で、コンサルタントが作る成果物の本質は、クライアントに目から鱗と感じてもらうコンテンツこそが大事。それには、徹底的にストーリーを構築し、メッセージを洗練させることこそが大事。色レビューや、誤字脱字チェックなんて、もってのほか、と反発を覚えるスタッフが出てくるのも、必然である。この指摘に対して、マネジメント層が一度、スタッフ宛にメールを出したことがあった。コンサルティングファームの成果物には、ストーリー性ももちろん、すべての点において、完璧さを追求しなければならない。皆さんが車を買うときに、ボディに傷がついているけど、機能的には問題なく走ります。と、カーディーラーに言われて、はいそうですかと、同じ価格で買うだろうか。無傷の完璧な品物を手にしたい、というのが、お客様の心理ではないか。誤字脱字があっても、内容が確かならいいじゃん。というのは、単なる言い訳に過ぎない。プロの態度ではない。という、お叱りであった。確かに、これもまた一理ある指摘だ。とはいえ、カラーコーディネーターの域に達するまで、色調を吟味し尽くす時間があったら、ストーリーの精査に時間を使いたいと考えるのが、作業者たるスタッフの思いでもあるだろう。美しい資料を作るには、時間がかかる。その裏には、日々、複数のコンサルタントの知恵と涙と、カラーセンスの結晶が生きている。コンサルティングファームの成果物は、その意味で、究極の紙芝居と言えるのかもしれない。第7章華麗なる。海外出張。日本国内の市場規模が、今やあらゆる業界で縮小してきたと言われている昨今。多くの企業が、その収益性を、海外市場に求め始めて久しい。ということは、必然的に、コンサルティングファームに依頼が来る案件も、グローバル案件と銘打ち、海外の製品やサービスの導入、
海外企業の買収、海外の顧客の誘致、もしくは海外の新市場の開拓といった海外が絡むものが増えてくるものだ。私がコンサルティングファームに入った時はまだグローバル案件など一部のバイリンガルが関わるマイナーな案件というイメージがあった。しかし入社して数ヶ月経つと、とにかくグローバル案件が増えて人が足りないから、もはや語学力など二の次で空いているスタッフをアサインするというやや乱暴なアサインも出てくるようになる。だからこそ入社時にまるで英語ができなかった私も英語を真剣に学ぶ機会ができたのであるが、このあたりの詳細は私の別の書籍ドリフ OL のギリギリ英語シリーズをぜひお読みいただきたい。そんなこんなで希望しているいないに関わらず、問答無用の海外出張のチャンスが巡ってきがちなコンサルティングファーム、海外出張をしたことがないという人にとってはなんと華麗で優雅なことかと思うことだろう。きっといろいろな妄想が膨らむはずだ。フライトはビジネスクラス、広々としたシートにゆったりと腰掛け、美人 CA が運んでくるシャンパンで喉を潤しながら会議資料に目を通す。空港に到着後はタクシーで超高層ビルに乗りつけ、上層階のクラス感漂いオフィスでのミーティング、ミーティング後はクライアントと高級レストランでディナー、その土地の名物料理などを味わいつつビジネスの話をし、夜はこれまた高級ホテルでゆったりと休養を取ると、まあこんなところが誰もが海外出張コンサルティングファームというキーワードから想像する妄想ではないだろうか。確かに実際にこんな海外出張ライフを送っているコンサルタントもいることだろう。しかし私は、そして少なくとも私が勤めていたファームの同僚たちはマネージャーであっても、このような美味しい海外出張を手放しで楽しめたと断言する人は少ない。コンサルティングファームに入社して海外出張の機会は数々あったが、私は一度たりとて上記のような優雅な出張ライフを謳歌した経験はない。謳歌できなかった理由としては、まずは予算の問題からだ。クライアント側にも、そして所属ファーム側にも予算というものがある。そしてプロジェクトの予算取りの仕方によっては、出張旅費をギリギリに切り詰めなければ赤字になってしまうこともしばしばあったのだ。特にクライアントが製造業などコスト意識が特に高い企業となれば、この予算は超がつくレベルでギリギリになる。フライトはエコノミークラスは当然、しかもアメリカやヨーロッパなど10時間を超える場合でも、そして宿泊ホテルは一泊いくら以下など諸々の制限ができてくるのである。予算の問題と常に共にあるのがスケジュールの問題だ。これまでご紹介してきた中でお分かりのことと思うが、コンサルティングファームが請け負うプロジェクトは基本的に余裕のある楽々スケジュールが組まれることはまずない。その中の海外出張となると、現地滞在中に可能な限りの仕事を済ませ、その成果を帰国してからすぐさままとめ上げクライアントに報告するというのが通常のスケジュールだ。そして海外出張の目的はもちろんこれも案件によるが、インタビューをしに行くなど何かしらの情報収集を目的とする案件が多い。したがって滞在中は隙間なくインタビューのスケジュールを入れ、夜中にホテルであらかたの情報を整理しということを繰り返し、帰国したらその情報を簡潔に見やすい紙芝居にまとめてクライアントに報告しなければならないわけだ。ディナーぐらいはする時間はあるだろうが、高級レストランに行きたければ自腹で行かねばならないし、そもそものんびりディナーを楽しんでいる余裕は、愚か観光もしている時間はないというのが通常だ。私がインタビューの案件でロンドンに出張した時は、ホテルの近くのスーパーで惣菜の詰め合わせとハーフボトルのワインを購入し、夜半過ぎまで部屋で一人インタビュー結果をまとめ、そのまま顔も洗わずに眠り、早朝起きてシャワーを浴びて朝食も取らずにまたインタビュー先に直行、だんだん2日間で2日目の深夜便で日本に帰国し、帰国後その足で事務所に戻ってマネージャーに報告の上、現地でまとめてきた資料のレビュー会議を行うといった具合だ。自分で書いていてこんな無茶な生活を送っていたのかと今更ながら自分でも驚いているが、当時はそれを日常茶飯事の出来事としてあまり疑問に思ったことはなかった。だが私以上に極限状態の中での海外出張をこなした同僚がいた。彼女は当時初めてグローバル案件にアサインされ、そして私以上に英語に苦手意識を持っていた。しかもプロジェクトの予算とスケジュールがギリギリというダブルパンチで、海外出張にあたってマネージャーから様々な条件をつけられていた。渡航先はシンガポールだったのだが、フライトは片道5万円以下、
インタビューはまだどこともアポが取れていないから、明日の朝一番のフライトに乗って現地時間の午前中からアポ取りを開始、その日の夜までには最低3件のインタビューをこなして結果を電話でその日の夜12時までに報告すること。ここですでにミッションインポッシブルだ。英語ができないというのにアポ取りをゼロから現地で、しかもたった一人で、彼女はこなさねばならない。その上何でもいいから3件のインタビューをこなせという。さらにフライトすら取れていない上に片道5万円以下とな、彼女はまずはフライトを確保せねばと思い、格安海外航空券サイトを片っ端からネットで検索し価格をチェックしていった。しかし時期的なものもあり、片道5万円のフライトというのは非常に厳しかった。ようやく米系の航空会社のサイトで5万円以下のチケットを見つけた彼女は迷うことなく予約をしようと試みたが、なんと予約はお電話でと書いている。その時すでに日本時間の夜9時、今そのホームページに掲載されている番号に電話をかけたら、一体どこに繋がるのか思い余って彼女はその番号にかけてみた。見たところ日本の番号ではなかったという。すると Thank you for your calling. This is Kiss 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 Airline. May I help you? そこで彼女は思わず電話を切ってしまった。その時偶然私は近くを通りかかった。すると今外人が出たんだけどと急に言われたのだ。そんな急に外人が出たとか言われてもということで、詳しく事情を聞いてみると、どうやら上記のような経緯があったらしい。とはいえ当時の私も外国人相手にフライトの予約ができるレベルの英語力を持ち合わせていなかった。そこで近くに座っている他の同僚たちに声をかけ、英語ができそうな人を紹介してもらった。結果的に私を含めて総勢4名の助っ人が集まり、英語のできる者はフライトの空席確認と価格交渉とインタビュー先のアポイントメント取りのサポートを、英語ができない者は引き続き彼女と一緒に格安フライトの検索を行った。見事なグループワークにより、その夜の間になんとか予算以内のフライトチケットを購入し、アポイントメント先候補の電話番号と住所をまとめたリストを作成し、深夜近くにようやく解散となったのである。その同僚は翌朝6時の成田発のフライトでなんとかシンガポールに立ち、現地でも諸々のトラブルはありつつも任務を無事に終えて帰国できたようだ。海外出張に行くならタスクがない研修出張がいい。後日ご飯を食べながらその同僚と話したが、こんな結論に至った。全くもってその通りである。仕事、特にコンサルティングファームの海外出張など、日本にいるだけでも十分激務なのに、慣れない海外でもさらなる激務に身を投じるなど、考えただけでもめまいがしそうだ。特に英語ができない人は。とはいえでも海外出張に行かせてもらって少しだけだけど英語に自信が持てたし、有識者とのインタビューを通じてまだまだ知らないことがある、日本にいるだけじゃわからないこともあるってことが分かったから、結果的には良かったのかなとも言っていた。これもまた同意である。コンサルタントという職種を続けている人は、もしかしたら基本的に常に新たな試練や挑戦を求め続けるタイプが多いのかもしれない。あることができなかった、あることで失敗したという時に、じゃあもうそれはやらないではなく次こそ流行ってやると奮起できるタイプだからこそ、成長の機会も多いし、そのスピードも速い。それもまたコンサルタントの仕事の醍醐味の一つだ。さてまたある時に、私はプロジェクトタスクで海外出張の機会に遭遇した。しかしその時はなんとフライトがビジネスクラスであるという。ついに私にも華麗な海外出張の機会が巡ってきた。今回のクライアントは太っ腹だと内心喜んでいると、今回はクライアントが私たちに大変お気遣いをくださり、アメリカまでのフライトをビジネスクラスでとおっしゃってくださいました。ビジネスクラスならば快適ですし、機内でも十分仕事ができますからね。ニューヨークまでは13時間もありますので、ヒアリングシートのドラフトぐらいは楽にできそうですねと。マネージャー、それはもしや機内環境を整えてやったから、その分働けということで、フライトのランクが上がってもやはりコンサルの海外出張は甘くはないようだ。第8章コンサル女子のサプリメント、男女年齢を問わず激務は体にとって辛いものだ。だが短期間とはいえ、そのプロジェクト期間中だけはその激務に耐えなければならない。そこでよく言われるのが、コンサルタントには精神面だけではなく体調面についてもしっかりと自己管理をしなければならないということだ。だが女性の場合は単純に体調が悪くないから OK というわけにはいかない。女子たるもの、そしてクライアント先に常駐などしている場合には、早々女子的にみっともない姿を晒すわけにはいかない。そう、美容の管理である。最近なんだか肌が乾燥するかも、昨日徹夜だったし、エステとか行きたいよね。でも今週末も多分家で仕事してる確率大、提案書やる時間が今週なかったからさ、服
も買いに行きたいけど、時間がねえ。私はとりあえずは毎晩どんなに遅くなっても、お風呂に入ってから寝ることにしてるよ。シャワーだけだと、汚れは落とせても、体の芯から温まらないから、血流悪くなって、次の日顔がむくむ。こんな会話を、同僚の女子同士でよくしたものだ。だからこそ、プロジェクトが終わったら、一週間海外のビーチリゾートでのんびりする。とか、とにかく寝る。これでも買ってほど寝る。そして、エステ3枚。とか、長らく帰ってなかった実家に帰省する。美味しくてあったかい家庭の味が恋しい。など、皆、思い思いに激務の合間のリレフッシュを楽しむのである。では、3ヶ月以上の長いプロジェクトにアサインされてしまった場合はどうするか。例えば、半年間、ひたすらプロジェクトが終わるのを待ち続けるのも、辛いものがある。そして、その間運よく体調を崩さなかったとしても、女子的に、NG な不健康な乾燥肌、ボサ髪、いつも同じ服という状態が、定常化してしまうことだけは、絶対に避けたいのが女性である。毎日、丸の内 OL 並みの美しさを保つべきだとは、誰も思わない。が、最低限のレベルで手をかけていなければと思うのが常だろう。労働時間を変えられないのならば、と、時短美容法や数分単位のマッサージ通い、健康食品、ちょっと高めの化粧品などに手を出してみるのである。そうでないと、日に日に自分がブスになっていきそうで怖い、という切実な思いがそこには込められているのである。私も過密スケジュールのプロジェクトにアサインされた時は、そういった方法を余すことなく利用して、なんとかブスになったと思われぬよう毎日それなりに気を使っていた。だが、徹夜明けの眠気だけはどうしても何とかしようにもできなかった。会議中に居眠りをしてしまいそうなのを何度耐え、そして気を抜いたら寝押ししてしまいそうな中パソコンに向かっている時に、後輩に話しかけられて今無理と叫んでしまいたいのを何度耐えたであろうか。寝不足状態というのは、精神衛生上も明らかによろしくないので、さらにブス度も増していくという実感があった。目の下にクマができている状態ではなおさらだ。そんな時、やはり聞きたいのは先人の知恵である。私はひょんなことから、そのファームの中でも蝶がつくほど優秀と噂の女性とある時知り合う機会があった。彼女は新卒でそのファームに入社し、他の同期をかなりのスピードで追い抜いて昇進をし、その時すでに30代半ばでシニアマネージャーになっていた。現在は役員になっているらしい。当然彼女は多忙で、以前誰かに1分単位で予定が詰まっているなどと聞いたことがある。それは大げさだとしても、それぐらい忙しい人であるということは確かなことなのだろう。しかし、それにもかかわらず、彼女は常にきちんとしていて、イライラトゲトゲした雰囲気は一切伝わってこない。徹夜続きでと話す割には、なんだかすっきりした表情すらしている。優秀な人というのは体の構造すら違うのか、最近寝不足で全然集中できなくて、会議中に寝押ししちゃうんじゃないかってすごい不安なんですよね。私はありのままを相談してみることにした。徹夜明けは確かに辛いよね。でも栄養はしっかりとって、ほんの少しでも寝ておいた方がいいと思うよ。睡眠って、だってオフィスを出てまっすぐに家に帰って、仮眠ができても長くて1時間ぐらいですから、どうしたって寝不足ですよ。食事だって最近はパンかおにぎりばっかりになってしまって。すると彼女は至って真剣な顔で語り始めた。眠いと思った時、それから移動中とかでタクシーを使える時は狙い目だよね。は？私はいつもそうしてるの。眠いと思ったら我慢したら逆にもっと眠くなってしまう。だから、例えば少しだけ席を外して、空いてる会議室とか、なるべく人の来ない場所を探しておいて、10分間だけ寝る。もちろんアラームをしてね。これでだいぶ違うわよ。あと、タクシーでの移動中は利用しない手はないよね。10分以上も、ただ座っているだけなんて、時間がもったいないじゃない。だから、私はその時間は寝ることにしてる。運転手さんに着いたら、起こしてくださいって、お願いしておけば、安心だしね。ちょこちょこ睡眠か。それがそんなに効くものなのだろうか。しかし、でも、栄養とおっしゃったのは、私は常にデスクの引き出しに、これを入れているの。ブランド物のカバンの中から取り出したのは、2本の栄養ドリンクだ。そう、崖の上で、なんとか一発とか、マッチョな男が叫んでいる。あの CM の商品だ。いろいろ試したんだけど、結局はこれに落ち着いてね。箱でバース買いしておくとお得だから、薬局で買ってみたら？レッドブルとか、そっち系もいいけど、あれは飲みすぎちゃうし、中毒性があるから、あまりおすすめはしないわね。淡々と語る彼女。美的観点からは、かなりかけ離れた指摘のようではあるが、アドバイスは眠くなったら、少しで寝る。栄養は科学的だろうが、なんだろうがしっかりとる。
という本質をついているように思えた。そうか、そうなのかと思い、私もそれからは彼、私よりだいぶ年上の女性コンサルタントも激務続きで疲れているように見える日もあったりするが、それでも不思議なことに老けないくたびれている感がないのだ。それは栄養ドリンクのせいでも、ちょこちょこ睡眠のせいでも、プロジェクトの合間の海外旅行やエステのせいでもないように思う。誰かが言っていた、責任を持って仕事をしている女性は老けないと。常に緊張感の中でクライアントと真剣勝負をするコンサルタントの仕事は激務ではあるが、毎日が刺激にあふれていて張りがあることは確かだ。その日常が程よいストレスとなり、いつまでも若々しくいられる秘訣なのかもしれない。その意味では男性コンサルタントも恐ろしく年齢以上に老けている人というのはあまり見たことがない。仕事が恋人が果たして女性にとって理想の姿かは人の考え方によるが、コンサルタントは限られた時間で仕事との上手な付き合い方を早い段階から学べる仕事とも言えるのかもしれない。その意味ではあれもこれもと欲張りな女子にとっては経験しておいて損はない職種とも言える。コンサル時代に培った時間管理術や睡眠不足との付き合い方は、私自身が退職した今でも割と活用できているような気がする。後書き、外資系コンサルってなんかかっこよさそうという憧れを持って本書をお手に取ってくださった女性の方にとっては、もしかしたら本書はその憧れを裏切る結果となってしまったかもしれない。だとしたら心からお詫びしたい。しかし本書の目的は、外資系コンサルは超激務で休みがないから止めておいた方が良いよとか、外資系コンサルといっても所詮は普通の人の集まりだよといった話がしたいのではなく、世の中に多くある職業の中で案外その実情を知られていない、経営コンサルティングファームという世界の内情をあくまで一経験者の立場から、少しでもこの世界に漠然としたイメージや憧れだけを持っている方々にご紹介したいというのが執筆の意図である。その中でたとえ一人でも激務らしいがコンサルってなんだか成長できそうだとか、コンサルティングファームへの転職自分にももしかしたらできるかもしれないなど、ポジティブな発見をしてくださる方がいらしたら心から嬉しいことだ。本書中で何度も出てくる激務という言葉から、読者の皆様はどんなイメージを受けられるだろうか。際限のない長時間労働というイメージもあるだろうし、責任の重い仕事をスピーディーに短期間でこなすというイメージもあるだろう。確かにコンサルタントの仕事はその両者の意味で激務である。しかしただ意味もなく働き続けるものではない。その仕事の先にはクライアント企業の成長や様々な問題が解決された姿、そして自分自身のビジネスパーソンとして人としての成長が必ずあり、こなす仕事の一つ一つに基本的に無駄はないのだ。成長が鈍化している昨今の日本市場、そして日本企業であるが、そんな状態だからこそ激務やチャレンジを厭わずに物事を推進できるポテンシャルのあるコンサルタントがきっと求められているのだろうと思う。本書日常編は前書きに述べたように、コンサルも人間でサボりたくなったり、楽しみを見つけたり、無茶ぶりに耐えてみたりと、コンサルティングファームの中では様々な人間ドラマが繰り広げられていることをライトに、可能な限り面白いエピソードも交えてご紹介した。本書に続くプロジェクト編では、実際に私が携わったプロジェクトの内容とその裏でのコンサルタントの活躍や葛藤のエピソードをご紹介し、コンサルタントの仕事についてより理解を深めていただきたいと考えている。ご興味のある方はぜひともお手に取ってみていただきたい。本書を最後までお読みくださいまして誠にありがとうございました。